こうした暑さが続く中、これやっぱり水分がないから。水不足を嘆いていたのは新潟市西川区でブルーベリーを育てている斉藤五郎さんです。新潟市西川区では先月二十一日から一ヶ月にわたって雨が降っていません。水分がないもんだからね。やっぱりあの実が落ちくならないし。 いつもから見るはね、全然小っちゃい。敷地内にあるおよそ200本の木から手作業でブルーベリーを収穫している斉藤さん。県内向けに出荷していますが、粒が小さいことから全体の収穫量は下がる見込みです。またスプリンクラーで3日に一度水を撒いているものの。

こううい先枯れるのはし仕方ないことなんですけどちょっとその真ん中辺りがだいぶ薄くなってきているので本当は雨が水が不足でここから回復させて収穫っていう状況になってくるので雨が降らないことでネギの生育が遅れ収穫が1週間ほど遅れる可能性が出てきたといいます。また遅れているのはネギだけでなく こちらの畑なんですけれども、本来この時期、大根が植えられているそうなんですが、雨不足で土が乾いてしまうため、ままだ植えていないと言いなとす秋から冬にかけて出荷する大根も、種ままきが遅れていましなんとかして、きれいな、きれいで安全で美味しいものを届けようとは頑張ってるんですけど、まあ、ちょっと今後の天気次第でどうなるかわからないところが非常に。 怖いですね、水不足に悩まされている農家は一日も早い恵みの雨を待っています。